はい、どうもおはようございます。西尾です。今日ですね、タイ南部全県の旅の1県目、チュンポン県のですね、ムーコチュンポン国立公園っていうところに来てました。あいにく曇ってるんですけれども、国立公園歩いてみましょう。ここでお金払わないといけないね。あ、タオライカ、ประเทศญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นครับไปกับประมาณกี่นาทีประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนี่ยหมดเลยไม่มีท้อนนะ1000บาทで払ったらおばちゃんやねぼやいてたけど、もうお釣りないよあんた言ってたけど、国立公園であんたそないお釣りない、ここのなんか橋をずっと渡っていけって言ってましたね。でなんか行って帰ってくるの大体何分ぐらいって来たら30分ぐらいって言ってました。はい、いいっすねこれ。あ、いいじゃんいいじゃん。静かだね、静かだわ、静かですな。ところどころにね説明書きもありますわ。ビジターセンター、 Do not feed the monkey。 猿いるんだね。猿、猿いるみたいよ。猿、なんだろうこれ、恐竜の骨かな。これでもこの辺あれだな、全然電波入ってないね。 3G でももうちょっとしか入ってないから、ライブ配信とかはできないエリアですな。これこういう感じの動画じゃないとできないね。ほんと静かだな。他に来園者いないもんだって。ここあれだ、ここが橋になってんだ。これ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 、あ、ここが、これなんかちょっと多分有名な橋なんだろうね。これみんなこれ見に来るんじゃない。おお、すげえなこれ。おお、なか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 やなこれ。なんか吊り橋、吊り橋やん。おお、すごいねこれ。これはこれだからマングローブですよね。ずらーっとこれあるのは植林にしてんのかな、マングローブ。ちょっと植林なのかちょっとわかんないけど、
ね、マングローブがばずらっと終わって、あっちが海か、あっち海ですね。ああ、河口になってますね、ここは。ああ、こういうのなんか砂で行きたいね、ボートで。いいじゃん、いいじゃん、これ人いねえし。下降りていきましょう。シュッ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 。あれ、なんかボート来たんだよ。さすが国立公園だけありますよ。でもせめてね、お釣りだけはたっぷり用意しておいてほしい。僕一人が選抜出したぐらいでお釣りなくなってるっていうのはちょっとやばいですよ。あ、あ、いたいたいた、ボート行ったわ。あ、あ、あ、来た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 。魚取ってたの？魚取ったりとか取ってせー。もうちょい海側まで行ってみよう。こんな海沿い歩けるのは気持ちいいね。これどこまで行くんだろうな。結構奥まで行くのかな、これ。一人だとまあまあ怖いね、これ以上奥入ってくの。どこまで入っていくの。またですね、あの入り口の方まで戻ってきました。まあ、大体30分ぐらいかな。ゆっくり見てりゃ小1時間ぐらいっていう感じです。で、ちょっとね、12時ですちょうど。どっかで昼飯食いたいんですけど、この辺り飯はなさそうなんで、ちょっと一回市街地の方に向かうかなと思います、車で。まあ、私事なんですがね、コインランドリーでちょっと洗濯したいんで、ちょっとね、市街地の方戻らないとコインランドリーないし、まあ、あと飯食いついでにですね、町の行こうかなというふうに思います。まあとにかく雨が止んでくれてよかったよ、ほんと。これ一日中雨降ったら何もできないからね、これ。僕の相棒です、この旅の、はい、カローラアルティス。もう17万キロぐらい走ってます。まあ僕が今から行こうとしている店ですね、車で23分ぐらいです。行ってみましょう。左方向です。はい、続いて左方向です。はい、私はサソリ座の女、お気の毒様笑えばいいわ。なんかえらいとこ入ってきたね、この辺らしいけど。おおお、
川です。お疲れ様でした。着きました。ここですね。お、なんか渋い店ですな。ほう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 。さあ着きました。この店ですね。めっちゃお客さんいるけど。はい、ここですね、お店ヤイプワットっていうお店です。まあ、一応なんかメニュー、英語のメニューも、英語名のメニューもありますね。うん、美味しそうだな。多分ちょっとおすすめ品食べようかな。ソルトフィッシュ、フライドフィッシュ、これ多分なんか有名なの。ここに乗ったやつ食べよう。これこの1ページ目のやつ多分ね、おすすめだと思う。ここが頼んだのね、この魚の揚げたのと、このタイカリー、なんかこうバナナ入ってるんだよね。砂糖豆とエビのガピータン、これ頼んだ。このウォンナイっていうところはもうユーザーズチョイスに選ばれてますね。ここね、ウォンナイってあのタイの食べログみたいなところですね。この下にはワンちゃん。はい、全部来ました。これさっき言ったプラート、ソルティットロックで、これゲンコアグラドゥークオンルーフグルワイ、ゲンコアっていうタイカレーですね。これにあの豚軟骨とバナナが入ってるんですよ。さあ、パチグンパッサとガピータ、あの砂糖豆とエビとエビをガピソースでガピで炒めたやつね。これに、じゃあまずどれか行こうか。これか行くか。ブチュゲンコア、タイカリーね。トロトロしてるね、これ。トロトロやわ。こんな感じ、トロなんかトロってするね。うん、これバイマックうまいね、これ。安っ。あ、バナナ入ってる、ほんと。味濃いね。おお。ほんのり甘い。甘いし、なんか、そんなめちゃくちゃ辛くないの、これ。うん。うん。これはうまい。バナナが、なんだろうな。なんか芋っぽくなってるね。芋じゃねえか。うん、豚軟骨入ってる。ま、これ気に入った。気に入るよ。あとあの野菜もついてきてますからね。これと食べるよね。これタレかけて食べよう。野菜じゃねえ。これだな。これ、これね。これ、これにかけるんだな。こうじゃない？よし。はい。あ、確かにこう。これ白身魚ですね。あの。ちょっとこう塩の味ついてますね。つけられてんのかな、これ。うん、
ね。間違いない。マコ。これも初めて食べます。これ。このカレーも多分初めて。うん、めっちゃうまいこれ。で、3品目。これはもう結構定番ですな。南部料理の。パッグン、砂糖、ガッピー。最後、これね。これがの砂糖豆っていうね、ちょっとあの匂いが、独特の匂いがするやつ。これとこれください。いってみましょう。いただきます。これも鉄板やねん、これ鉄板。うまっ。このガピの香りがちょうどいいな、これ、うんうん、これはもう鉄板ですね。全部正解、全部うまい。うん、結構偏僻なとこですけど、お客さん多いですから、やっぱりうまい、うん、完食でございます食いました。三品とご飯、お水でございます。さあ、皆さんおいくらだと思いますか、ここ。なんか、やったんだい。550バーツ。ありがとうございます。さあ、今日のお昼ご飯のお会計が550バーツでございます。ママしますね、ママした。もうちょっと安いかな、というわけで、今日の動画はこの辺で終わりでございます。僕はですね、次の件、第2件目となるですね、ラノンですね、に向かいたいと思います。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。